鬼の腹、うん、なるほど、名前のことね。お腹がどうしたんかと思った。試練をこなしたいのとポケモンたちとの、ポケモンたちの勝負。どんな技に魂を込めて繰り出すのか楽しみだぜ。はい、あの、トレーナーではない私にもすごいことだとわかります。ゆい。元気だな、いつも。メレメレの島キング、原さんは強いぜ。格闘タイプのポケモンを使いこなすトレーナーだよ。飛行タイプやエスパータイプの技を鍛えておくといいかもね。お、私にうってつけやないか。いいよ、いいよ。なんかすごい待ち構えとる感が。ただちょっと、回復がしたいんだけど、リリータウンのどこか目の前にいるよ。ちょっと、あれ?ねえ、リリエは?私の回復をしていただきたいんだけどさ。ねえ、いない。いない。ポケモン大丈夫?私。大丈夫じゃないよ。茂みの洞窟の試練達成おめでとう。お疲れ様ですな。通り過ぎようとしたんだから。で、島キングである私と、わしと勝負をするかい?アユナにケララッパ。待ってください。では、支度ができたらわしに話しかけてくれますかな?だからそうしようと思ったんだけどね。なんか呼び止められたからさ。原さんとのポケモン勝負。ゾクゾクするろ。あ、この先には行くなということね。待ってください。ちょっと回復がしたいんだけど。回復は一体どこですれば、この辺の家でできるってことかな?え、まさか道具を使わなければいけないとかじゃないよね?いや、道具を使わなければいけないかもしれないな、これは。リリアはもうあの先に行ったってことか。なんてことだよ、回復させてくれよ、ここは何?ポケモンに感謝するところね。わかったから。ポケモンセンター、言わんこそこにいるよ。ペットやろうけどさ。勝手に人んちの言わんこ持ってったらいかんわな。ほら、回復できないじゃん。まあ、多分、回復してくれるだろうっていう期待を込めてでいい?はい。勝負します。ぜひとも。わしも待ちかねていたのだ。そうですか。ん?回復させてくれそうな雰囲気がない。おー、せい。お待ちしておりました。島巡りに挑む者たちよ。改めて挨拶をしますかな。メレメレ島キング、原と申します。どうもどうも。では、始めるとしますか。メレメレ島最後の試練にして、島キングとのポケモン勝負。その名も大試練。では、アユナ。カプコケコに輝く石を託された君と、パートナー、ケララッパたちの全力、見せていただこう。こちらも全力。鬼の腹で行きますぞ。あ、鬼の腹。なるほど、名前のことね。お腹がどうしたんかと思った。大試練、始めい。何、回復ぐらいしてくれないかな。うお、なんかすげえ。すげえ、島キングの腹が勝負を仕掛けてきた。3匹か。お、マンキー。いいね、いいね。ケララッパ寝てんじゃないかな、多分。大丈夫?起きてる?あ、起きてるし回復してるじゃん。よかったよかった。うろうろした意味がない、なかったけど。よし、ケララッパ行くよ。ついばむんだ、ついばむんだ。ほら、行け。レベルもこっちの方が上だ。よっしゃ、効果抜群。いいね。めっちゃ観客おるやん、なんか。緊張するわ、私。お、幕の下。いや、そのまま行くよ。なんせ、私は幕の下も一発でやっつけたからね。よし。来いよ来いよ。ついばめ。何それ。うえ、マジか。マジか。ほら行けよ。ついばめついばめ。大丈夫よ大丈夫よ。そんな昼間でも一発でやっつけられるから。イエーイ。さあ次はダイツが来るんだ。負けんかにはあれ格闘系なん。私で、水系かと思いよったんやけど、ちょっと一旦コイルに入れ替えるね。さあ来い。多分水も入っとるやろ。格闘やとしても。負けんかに。あれ、電気ショック効果ありになっとる。
あ、ってことは普通に格闘なんや。うわ、Z パワー。で、Z パワー来るよ、マジか。最後は全力無双激烈拳。へえ。最後のポケモンは Z パワーの攻撃使ってくるのね。うわぁ、めっちゃボコスコなんやけど。大丈夫、コイル耐えれる、それ。あー、おー、1で耐えた。うわ、効果抜群やし、やべ。あ、頑丈で1耐えたんやね。とりあえず、ちょっと電気ショック使うけど。ダメだな、これはちょっと。ケララッパ、やっぱり戻っておいで。戻っておいで、ケララッパ。ヤングースでノーマルの Z パワーを使うっていうのも考えたけど、やっぱり効果抜群の方がいいやろ。よし。うわ、攻撃上がりやがった。よし、ついばむ。いけい。おっしゃー、効果抜群。そのままにしとけばよかったね。まあでも誰もやられてないけんやけどさ。よし。おう、あっぱれ。ありがとう、おじいちゃん。私のおじいちゃんじゃないけど、ハウのおじいちゃん。いやー、いいね、いいね。笑いが豪快だわ。ふん。決して番狂わせなのではない。なんと、良いトレーナー、そして良いポケモンですな。カプーコッコ、お、カプコケコが。やってくる？やってはこんのか。おう、またしてもカプコケコのさえずり。ふん。カプコケコは強くなった君たちと戦うのが楽しみなのか。よし。パートナーのポケモンにトレーナーの力を分け与える。Z クリスタルを受け取られよ。何それ。お。お、格闘や格闘。これがジムバッチ的な感じってことかな。大試練達成。これはまたポケモンに持たせるやつで、Z 技が使えるようになるってことかな。ありがとう、原さん。アイナは格闘 Z を手に入れた。あ、やね。お、ハウもそこにおるやん。アユナよ。格闘タイプの Z 技を使うには腕をこうして、腰をこのようにしたポーズをとれ。あ、なに？それぞれポーズが違うんや。あれはノーマルのやつってことか。へぇ。タイプによってポーズが違うの。あ、でも、うんうんうん。ノーマルより全然いい。アユナ、これにてアローラ地方一つ目の島。メレメレ島での試練をすべて達成ですな。メレメレの試練、達成の証のスタンプがあれば、人と交換したポケモンでも、レベル35までなら息を合わせられますぞ。あ、ほんとなんかジムバッジみたい。昼間の月、夜の太陽、見えなくても存在するものに思いを馳せられるかどうか。アローラの島をめぐり、いろんなポケモンや人の見えるもの、見えないものを考え、いつかカプコケコと会うのですな。ごめんね、いいとこで噛んだよ、私。ブモー、ケンタロス？おー、来た来た。ブルモー、おー、ケンタロス。なになに、どうした？ん？そうだ、わしのケンタロスにいつでも乗れるようにしようぞ。乗れるように？なーに、こいつにも島巡りを楽しんでほしいですからな。なに、パートナーになるんやったね。ブルモー、あゆな、君にポケモン乗るためのあれやこれを進呈しますかな。なになに？なんかもらった。アイナはライドギアを手に入れた。ほう。ちょいと乗ってくださるかな？いいね、いいね。乗るよ。今はポケモンにも乗れるのか感動だわ。ね。うわ、すげえ。何あの格好。なんかハウの方が興奮してるけど。ケンタロスにまたがれば周りの景色も違うでしょうな。アイナ、アローラ地方ではな、ポケモン乗せてもらい。力を貸してもらうんですな。喋り方が。あ、喋り方がって、ハウが喋りようかと思った。原さんか。では、進呈したものの説明を軽くしましょう。ライドギア。ライドポケモンを呼び出すための道具ですな。マニュアルを読みますぞ。Y ボタンでライドギアオン。B ボタンでラッシュか。ライドウェア。ポケモンに乗るためのコスチュームですな。アローラのあちこちを走り回り、ケンタロスに惚れてくだされ。ライドギアを使えば、ライドポケモンはどこでも駆けつけ、助けてくれますからな。ありがとう、原さん。助かるよ。おめでとうですよ、アユナさん。僕が友達と改良したライドギアを使ってくださいね。あ、マジか。Z パワーを使わずに勝つなんてすごいですよ。また今度、ポケモン勝負をしましょう。
Z パワー使わんかったとかわかる。では君の島巡りに、未来に幸ありますように。Z パワーを使って勝ったら、セリフ変わっとったんかな。さてアユナ、ケンタロスの力を借りれば、一番道路の大きな岩も簡単に砕けますな。あ、ケンタロスで砕くんや。へぇー。よーし、僕からもプレゼントだ。なになに？お、技マシン54、峰打ちを手に入れた。ありがとう。技マシンポケットにしまった。峰打ちは相手のヒットポイントを1残すように攻撃する技。どんどんポケモンを捕まえてロトムに教えてあげるといいぜ。まずはお母さんに報告だね。それが済んだらハウオリシティのポートエリアに来るといいぜ。さーて、ヨットの整備だ。リリエ、手伝ってくれるかい？おー、なんかすげえ解散したけど。あの、アユナさんにお願いしてもいいでしょうか？はい。この子、星雲ちゃんを元の住処に戻してあげたいのです。以前お話ししたように、この子のおかげで私は危ないところを助けられました。ですからお礼をしたいのです。でもポケモントレーナーではない私にはできないことばかり。だからアイラさんに助けてもらえたら。わがままだというのはよくわかっているのですが。いいよ、どうしようって言ってもね。ありがとうございます、嬉しいです。とても困っていましたから。では私たち、次の島にもついていきますね。あ、なるほど。お供に来るのね。ピュイ。それは心強いよ。回復とかしてくれそうやし。ママに報告終わったら、ポートエリアにレッツなんて言った？レッツロトーかな。ちょっと適当に言ったけど。んで、Y ボタンで。おー、いいね、いいね。お、階段も普通に降りられる。ああ、いいよ、いいよ。じゃ、これでもうあっという間に。ちょっと待ってね。とりあえず一番道路の岩を壊す前に、お母さんに報告に。どこだっけ？こっち？あ、どっちから行っても一緒だったわ。なんか花園の中もさ、詳しく探索したいし、これ乗っとる状態でポケモン出てくるんかな？あ、なんかデテコンっぽい感じがするね。ハウオリシティの外れ。ここまで戻ってきたんやけど、テンカラットヒル？テンカラットヒルで、イワンコを捕まえてほしいって言った人がおったけん、それも捕まえてあげたいんやけど、どう行けばいいんかな。ちょっと待ってね。今おるのがここやろ？テンカラットヒル、ね、テンカラットヒルどっから行くの？とりあえずこのまま進んでいったら、うわ、すげえ、猛ダッシュや。交通事故が起こりそう。ここはビーチサイドエリア。うわ、やばいやばいやばい。もうこれは事件としてニュースで報道されてもおかしくないレベルやけど。ね。この街中にケンタロスが現れました。いや、現れましたやったら別に、何にもならんか。こっちかな、テンカラットヒル。いや、2番道路ですけど。二番道路は違うよね。いや、地図を見せていただきたいんだけど、会話がしたいわけじゃなくって。こっちの方向かな？おー、やべえ。こっちか？テンカラットヒルの場所がいまいち。やべえ、こっちまだ、ポートサイドの方行くとこやった。ママに報告をしなければ。別の方向かな？テンカラットヒル。場所の、もしかして、ちょっと待って。あれ、場所の名前を見せてくれないかな、もう一回。やべやべ、人にぶつかりよる。場所の名前をなんか、意地でも見せてくれないんだけど。どういうことだ。でもなんかこの一番道路、ハウオリシティ外れ、この辺でさ、テンカラットヒルっていう文字が出とったんやけど、あ、こっちもしかして、あ、ここっぽい、ここっぽい、違くね？一番道路やん、普通に。テンカラットヒルはどこよ？テンカラットヒルはどこ？こっち？あ、こっちっぽい、こっちっぽい。違う、戻ってきただけやん。どんだけやねん。あ、こっちかな？こっち？え、3番道路ですけど。やべえ。もしかしてこの辺に書いとんやない？
いろいろ一番な道。いや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 、そうじゃなくって。そうじゃなくってさ。テンカラットヒルにたどり着きたいな、私。あっち側？いや、でもこっちから行けるんか。ね、こっちから行ける。けど、こっちも別に普通に一番道路だな。ね、テンカラットヒルってどこっすか？こっち？もしやこっち？ここ？テンカラットヒルとかいう場所じゃなか、うん、全然違う感じだけど。まあいいや、とりあえず報告をしよう。降りる。場所を知りたかったな。アイナおめでとう。メルメルの大試練達成ね。次はアーカラ島。行くならハウリのポートエリアからね。そうだ。研究所近くのテンカラットヒルは調べた？それそれ行きたいんよ。珍しいポケモンいるんだって。ママもアローラのポケモンを知りたいからどんどん捕まえてね。そこに行きたいんやけどどうすればいい私。はい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。